はい、どうも、リッチです。さあ、今回もワールドボックス遊んでいきます。さあ、今回のマップはね、イギリスを含むアイスランドやデンマーク、ノルウェーとかね、そういった、北欧とかを中心としたマップでやっていくんですが、今回はね、新しく追加された噂というのを見ていこうじゃないかと思うんですが、こうね、人をした時に、こうね、噂なんだが、ジムはニワトリが好きと、こういうね、話があるんで、これ確認してみようかな。珍妙な伝説武器とかね、雷で神の力を入手、選挙で王の交代とか、あと柿を使う異世界人、カニの神獣、まあ、カニの神獣はこれじゃないの、神話となる噂として語り継がれるだもんね。だこういうね、まあなんでしょうね、ゲーム内の多分ちょっとした遊び的なものがあるんですね。これを見ていって確認できるやつをしてみようかなと思うんですがね、こいつはうちは業産しておりますのと、人間の女性は以下の特徴です。人類の女性か。人間&オークは上着があり、でドワーフは桃色の上着を着ている。エルフは肩を露出していると。これが女性の特徴なんだね。じゃあエルフ見てみるか。肩露出ね。まあ、こう押しただけでは分かんないのかな。あ、ちょっと止めないと分かんないかな。早すぎますね。こいつそうじゃない？エルフ肩露出が女性だよね。だこいつが女性なんだろうなと。まあ、パッと見じゃ目開けつかないからあるんでしょうね。さっきのガキの情報の方が良かったね。いるかな、さっきのガキ。お前か？柿を使う異世界人。闇の猿だと。ジムはニワトリ好き。エルフがなんかエルフ女性の情報だったよね。オークまた違うんじゃないかな。人間が、なんかいろんな神話的な話だったのかな、あれはね。してましたけど。オークはなんか違う。お、何これ、ここの点付きが噂なのかな。雪だるまを設置、子供に神の光、白いハートの島を作成、花を植え、お供えしよう、卵を探せと。雪だるま設置、子供に神の光、まあ、神の光はこれだよね、祝福でしょ。聖なる力とかありますけど、神って言ったらでもこっちですよね。祝福ですよね。これ連なってんのかな。白いハートの島作成、花を植え、お供えしよう、卵を探せ。ドワーフはドワーフ、ドワーフ、あれこの辺になかった、いたね、いたね。全員が違う噂を持ってるわけですね。武器っぽいのか。ドワーフは武器作るから、その辺の説明かな。下の武器見つけろと。月、三日月、槍、あ、3月かな。3月槍、4月斧、5月ハンマー、6月剣、週1周 SR 以上、2周目 N 以上、ノーマルかな。3周目 SSR 以上、4周目 SR 以下、5周目 SSR 以上と。以下の武器を見つけるんですね。だこれは、これがドワーフの噂なんだね。一応一回戻りますけど、エルフの噂の、エルファ見ましたよね。ドワーフ、桃色の上着ね。桃色の上着探そうか。あ、この辺だね。あー、なるほど、なるほど。こいつは王か何かですか。これが女性だよと。で、エルフと、人間とオークは上着がありですよね。
裸が、そうか、裸が男だよね。人間の文明もしょぼいですね、そうやって考えると。オークは、青くもこれだね。これが女性か、じゃあ。これはわかりやすいですね。人間の噂で一応気になるのがあって、珍妙な伝説武器かな。雷でね、神の力ニュースは、無敵じゃなくてなんかね、つくんですよね。回復か何かつくのかな確か。生きてればみたいな感じですよね。なんか回復させてみたいな、あったと思うんです。昔コメントで見たんですけど、選挙で王の交代と珍妙な伝説武器、この辺は確認できそうですよね。あ、ちなみに私の名前の武器はね、ありますから。なんとかフルーツチーなんとかかなってやつがあると思うんで、それもね、まあその過程で見つけたら見つけようかな。雷か。やるか。やろう。雷ぶつければいいんですよね。じゃあちょっとでかい方がいいかな。苦しみますからね。国が疲弊すると思うんで。こう言いますね。ぶつけるわけですよ。ここにね。ちょ、全員かけとくか。危ないからね。巻き添えで死にますから。ぶつければいいのか、死にかければいいのか。これいきますよ。特性がつくと思うんですよね。やっぱ盾あるじゃん、みたいな。君じゃないね。別に関係ないかな。死んだ。あ、来た来た来た。これかな？あ、こっち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 。フローだフロー。多分こっちですよね。人間についてるわけないもんね。老化で死ぬことはない。HP が少し増加。病気にならないがゾンビにはなると。エネルギー放出で死の瞬間に雷を落とすかも。戦争や狂乱で雷が落ちる原因は大体こいつのせい。これですね。雷付近にいると獲得する。これどっちかですよね。お前ついてないんだね。あんな落としたのに。ほぼダイレクトですよね。これぐらいじゃない？つかないか。確定でないんだろうね。とはいえ。ほら、こうやってある程度つければ、ね。男性の方つきませんでしたけど、これで両方つきましたね。これが雷パワーだと。よし、よく耐えた。回復した上でね。祝福してやろう。どこ行ったか分かんないけどね。災難だろうな、こちら。かわいそうに。耐えさせてやるか。選挙で王の交代は歴史かな。ちょっと見てみるか。進めていってね。こういう、まあ、日本語訳の改善部分で、こういう噂はね、もともと新機能っぽいんですけど、歴史ですね。例えば、初期の方、まあいい、最近でいいか。多分、ここの王国のロニーが死んだと。名言は、ロニーは、ポブ・ヒジャーマニーと。どういう意味？ここまで同じ話してますね。あ、もうそのなんだろう。国の名前が名言なんですか？ロニーやポブ・ヒジャーマニー。ロニーが象徴なんですかね。選挙的なことはまだないです。これは国の拡大の話ですよね。パニック発生、闇に消えた、代表に、革命発生、反乱を起こし、新王国を設立とか、これ歴史ですよね。選挙風のことは書いてないかな？進めよ進めよ。卵を探せと。鶏か何かですかね。ハートの島はこれだよね。謎の不死身なありがたロボットは一瞬でハートの形を作ってくれますと。あ、実績か何かですかね。さあ、一部は砂浜になってますけども、デンマークの横にできましたね。これ、いかれてますね。実績とかもね、もちろん日本語の、多分、日本語かな？住んでると思うんですが、実績、実績、
さあ実績一応今こんな感じですね。楽園に住まう1万匹もの生命体と。これはやってたら出ないのかな。爆弾物建造、人口密集キャラとしてメガポリスとかね。溶岩ストライク、指令ウィルヘルム、人間アイコンを探せと。これ噂系かな。ゲーム設定バーガーを探せ、メーデー、フロム雷を受けたサンタと。これサンタのあの爆弾のやつかながいるんで、その関係かな。それ以外だと火山と羊とお供え術とか、あとは、大アリ対戦ゲームオブアントいられますね。これは灰の侵食と核兵器、核兵器あるんですけど、それと何か合わせるわけですね。ラバレル指に雷打つ、これ指は神の力にあるんですが、ここだね、これに雷打つわけだね。さあこれ地形を生み出しながら暴れる巨大な指で、まあ、目隠しで地形を描く感じの、もうあれ来るやつですね。自由に描くんで、ちょっとあんまりねこういうね薄い世界で使いたくないかなと思うんですが、なんか燃えたのか燃えてますね。戦争起きてもおかしくないんじゃないか。人間エルフがだいぶ近いですけど、さあここでね一つ見れるわけですよ。あ、船できてますね。ここで国の詳細見て、ここねアイコンで出てますが、まあ、最初更新来た時はね確認できませんでしたけど、まあ、外交の関係だね、市民印象があって、まあ、共通の敵がいると、まあ、敵の敵や味方理論、そして距離、遠いほどいいんですかね。政府期待度っていうのがあって、で相性でマイナスがついてますけど、人間だけど多くと相性がいいんですかね。対処悪くはないと。戦争中のところはこれが悪いので戦争になっていて、まあ、その戦争相手が戦争してればまたこう良くなるわけですよね。どこまで行ったら起きるんだろうね。例えば60とかしかないんで、こういうのは起きやすいのかな。距離はいいけど期待度があんま高くなくてって感じですかね。オークとエルフか、人間とは仲いいのかな。人間人間今変わった人間勢力で見たいんですけど、オーク、エルフ、あれ戦ってない、あ、人間と戦ってるね。同じ種族の方が仲いいとかないんだ。じゃあ歴史とか見れますね。何人いてとか、その辺もうまく見れると。こうね死者数とか変わってますよね。ウイルス感染者数とか、まあ今はいませんけどね。ここで歴史を見るわけですよ。まあちょっと経ちましたからね、さっきから。ここだね、村が作られる作られると。で代表に、もう代表にだね。でリーダーが死んだっぽいですね。名言はこれね、固定だね。代表には選挙かな。王を殺した瞬間変わると思うんですよ。ちょ殺してみるか殺してみよう殺してみよう。多分あのね説明というかあれは1個しかないと思うんですけど、ここで王を出してもらって、王をちょっとこう目星つけて言いましたね。こいつが王ですか。多分王っぽくないですけど、一応王なんですよね。56歳、いい武器持ってますね。あ、ここまで来たらあるんじゃない、強力なね伝説武器。誘拐しましょうか。誘拐して誘拐してと。さあどう殺そうかな、こいつかな。暗殺です。よしで死にましたね。まあ、つまり王が変わるわけですよ。そこで歴史が切り替わるんじゃないかな。来てないですね。リーダーじゃなかったかな、もしかして。村の指導者だから、違うわ。あれ？でも変わってるよね。あ、死んだね。哀れですね、ちょっと死に方が。
かんとかったら死亡した代表にですね。だそこは変わんないか。あれが選挙なのかな。噂になるほどですかね。なんか特殊な何かありそうですよね、噂ってことはね。選挙で王の交代と、王の交代が起きるか。死なずにってことですかね。神の仕掛けでしょ。珍妙な伝説武器。さあ、武器で言うと、あれだね、各国の王を見て回るみたいなことをすれば、いい武器に会えるんじゃないかな。これはどういう普通の剣っぽいね。あ、フランス対イギリスみたいな戦いですね。うるさ、あ、死んだんだな。あの祝福ゲですが死んでますね。さあ、イギリスが、イングランドがフランスを飲み込んだようなイメージでしょうか。あ、炎の剣持ってるあいつ。さっきゲットしたのかな。めぐりめぐって数剣が言ってたら面白いよね。この、お、炎強いね。でもこの剣なんだ。ここもだって併合してるよね、いつの間にか。エルフ王は何を持ってるかな。武器ないね。結構ね、時代進んでると思うんですが、まあ、なかなかいい武器に巡り合えていないか。弓か。王のとこにね、上納するはずなんで、あると思うんですよ。これ変わったかな。これね、ここ。大王国ですね。出来上がりました。イングランド及びアイルランド及びフランス王国ですか?とてつもない規模になりましたね。サイスランドの方はね、船があれば軍が出せるような感じで、完全にこもってますね。ハートが浮いてるね。さあ見てみようじゃないか。こうよ。お、 SS 級ミスリル製の破滅のラビルス。これちょっと伝説の武器だね。こういうのかな。制作時の王国由来で、別名がポブヒージョマニー。スキル名は制作者命名でアノボですかね。ラビルス、アイギス、エレガントヘルム。神話的な感じなのかな。これは炎の剣なんていらないでしょうね、きっとね。あんなもんがあれば。これも伝説だね。ソリクラ・ロシュビー。君たちは?弓。デスソード。おー。普通だね。普通の強そうな武器だね。デスソードか。メイ・アレとリヴァイアさん。かっこいいですね、五感がね。100人超えてくるような場所だと割と出るね。間違えた。平凡な意味にミスリル。いやいやいや。矛盾をはらんで意味ですね。パーフェクトアロー。デスの武器。名前は何種類あるんだろうね。だいぶありますね。かぶりが今んとこないというか、丈夫な剣。伝説の武器のかぶりがないよね。ちょっと、もっと見たいな。ソリクラロシュビー。一般庶民程度にいってるかな。こんなんだってないでしょ。良質な剣らしいですけど。あ、ちょっとあれだね。外見の違い見たいかな。あるかな。ある程度あってあるんでしょう、その違い。まあもちろんリーダーですから、その違いもありますけどね、リーダーっていうね。どこだ?いたいたいた。お前が持つ武器。ああ、でも、ちゃんとね、ここの柄ではありますよね、青で。で、普通そこで見たらわかるか。デスソード、ここだっけ?あ、でも普通の剣っぽいですよね。
っとね、イカれた感じの外見ないかな。まあ、色がつくくらいですかね。青とかね。こう、色ね。それ、色だけで伝説の武器かっていうのは判断つかないですよね。こいつも伝説のおしゃべりっぽいの持ってますからね。斧、不格好な斧。めちゃくちゃ弱いですね。ここの弓の色の違い難しいね。普通の、まあ、で普通の弓は木っぽいから、普通じゃない色のやつが持ってれば強いんだろうね。お前、ちょっとなんか怪しいぞ。あ、いや、平凡の弓なんだよ、これで、ね。ますますわからんね、じゃあね。ちょっと火見てみるか。さあ、こんな感じです。大人間帝国すごいですね。戦わないみたいですけど、外交関係は？おー、なるほど。保ってんだね。相性だけででもそんな差が、あ、距離で60。これ近いやつだよね、ここね、ちょっと。ここ、どうしたら出るかな。ここで、村見て、村に移動する。やっぱ近いですよね。近いと戦争状態になる可能性あるわけだね。相性が良くないから。どんくらいになるのかな？彼らからするともちろん戦いたくないと思うんですよ。人間は一国しかないでしょ、あと。これだね。マイナス要因は、あ、これわかりやすいね。国力がでかいから多分プラスだと思うんですよ。関係としてね。領域規模がでかすぎてマイナスっぽいね。で、脅威度もあるから、この国力高いから戦いたくないけど、脅威であるんでマイナスって感じなのかな。二つのね、理由が、相互に、プラマイで働いてますね。どっちかが振るい切るともう、戦争になるのかな。バランスが取れてる限りにおいては、しない感じなんですかね。ドワーフは何が起きたのか気になりますけど、歴史でわかるかな、滅ぼしたとこね。代表拡大打って、革命発生。お、いつの間に、ここだよね、きっと。建国動向を探っています。ここだね。反乱の説明とかいいですね。お、これ終わったでしょ、革命。ここ一連流れですよね。どこから始まったんだ、これ。まあ、こっからか。いや、でもここも変わった。ここでまずリーダーが変わったと。で、各地に拡大予定のとこに、革命が発生してしまい、まあ、一部のやつが王国を設立したと。で、ここだね、建国者。まあ、ここはま、セットですよね。で、ここもセットか。革命反乱建国してトップについた。ここまでセットで。やっぱ死んだ。やっぱ死んでいると。ですが、あ、こっちも死んでるのかな？代表変わってますよね。むちゃくちゃあって、肩を潰れたと。ここに国の名前とかつけるともっとね、いろいろわかるわけですよ。だからこれ例えばね、めっちゃ後半ですけどつけますか。さあ、ちょっと戦争終わらせました、一瞬で。これね、大英帝国は、どっかと和平、大英帝国と、ここの国名前だね、の条約が締結したと。ここ出るわけですよ。あ、もっとね、帝国の名前も変えたりして、やったら面白いわけですね。で、これは都市の名前なので、まあ、潰れたりしたら、また、ね、名前は変わっちゃいますけど、国の名前は多分滅びない限り変わんないんで、この歴史でね、うまく見ることができるわけですね。大英帝国か。なかなか狭いですからね、もう滅んじゃったしね。まあ、イギリスとかでもいいと思いますけど、まあ、なんかそういったね、国の名前をちょっと決めて遊ぶみたいなことができますね。
多分リーダーとかもね、名前もちろん決まるんで、各地に細かい設定をつけたらね、この歴史がより彩りを持つわけですね。いいですね、いいですね。和解とかね、条約が締結とかね。国の名前に条約がつくんだろうね。大英帝国、なんとか王国条約みたいな感じかな、がついたりすると。名言、ここも気になるね。ただ国の名前でしょ、あって。大英帝国の誰かが死んだ名言は、彼は大英帝国みたいな感じかな。象徴みたいなものですかね。さあ、ここだね。大英帝国革命が発生したと。面白いね。どうしよう。名前決めたいな、ここじゃあ。国名でしょ？国名つけよう。つけました、つけました。戦争を見てみて、結果とかで出るのかな？ちょっとそこで歴史をね、見ようと思いますが。どっちかが勝ったりしたら、わかりやすいよね。和平とかした時かな？お、押してます、押します。まだ国名ね、出してませんけども。どうなるのかですね。革命ですからね。フランスで革命ですよ。いつも革命してますね。今日もして、明日もするでしょう、革命を。さあ、血は流れます。フランスにすればよかったかな。じゃあ。さあ、だいぶ荒れてますね。お、さあ、かなり取っていきましたね。これはもう全部いったでしょうね。このまま持つわけありませんよ、こんなんでは。もちろん、ここはイギリス側ね、軍を送らないといけませんね。もう忠誠が高いんですか、ここは。出ようとはしませんね。首都ではないんですけどね。二人か、いる？あ、それか、死んだね。さあ、家が、あ、終わったね。これ、まあ、完全に、フランスから戻りましたね。ここまで出てないか。変えてからしか出ませんからね。現状は大英帝国、あ、あるわ、これ出てますね。カトリック教区革命発生と。もう起きてるんだね。これかな？あ、これだ、これ、これ、これ。おー。いろんな事件があるから、あれだね。この辺はどっかわかんないけど。多くなんだろうな、きっと。なんとか革命発生っていうので面白いですね。一国とかから見てた方が歴史とかしては面白そうだね。多いと、どこの話かわかりづらくなったりするんで。一国捨てた歴史を見ていくみたいな、ありですね。何回革命が起きるのかと。フランスとかやったらフランス革命発生っていうわけですからね。なんとか国みたいな方をつけない方が、良さそうだね。宗教って言うんですけど、宗教革命が起きるわけでしょ？ね。ね。感じになるわけですが、これ鎮圧されるね。鎮圧の場合のね、ことも変わったら面白いですけどね。多分今んとこ、なんかパニックで消えたみたいな感じかな。もうちょい出ると思いますけどね。ちょっとね、結構進んだんで、まあ、最後にね、ちょっと武器見てみるか。アダマンタイト。レア武器。いやいやいや。めっちゃ強そうですけど。動乱で伝説の武器消えたっぽいですね。ありそうじゃない？あ、デスソードあります。出ました。デスソード。回ってきたのかな？君は？お、あ、超絶レア武器か。超絶レア武器は伝説じゃないもんね。さあ、荒れたんでね、消失しちゃいますね。明らかに減ったね、伝説武器は。各所のリーダーの武器は明らかにしょぼくなってますね。あ、デススピア。かっこいいね。デス系ワンドかな。パーフェクトアローとか消えちゃったね。
大英帝国でかいです。お、あ、出た、パーフェクトアロー。ありましたね。あれ？でも伝説じゃないですね。伝説の防具とかあるのかな？この辺さっき戦ったもんな。しょぼくなってますね。これでかすぎないか、ここ。すごいね。ここに300に入れると思えないんですけど。強武器が。デスアロー。あー、デス系ね。まだ私の武器見たことないんですよね。デススピア。デス系しかないんだけど。あー、神。神器か。良質な弓。あ、これも伝説だね。伝説多いな。戦ってないのがありそうだね。見せかけの武器じゃないですけど。やっぱ戦うとね、どうしても死んじゃったりすると思うんで、そこで一回ね、その文明のいい武器が消えるわけですよ。それがなんか掘り起こされたりしたら面白そうですけどね。せっかくのね、伝説武器ですから、簡単に消えてほしくないよね。この軍は何なんだ？反乱軍みたいな感じですけど。全然兵士いなくない？荒れてますね、まだまだ。お、来た来た来た。盛り返しましたよ、一気に。普通に戦争見てますね。今回一応ね、日本語とかいろいろね、カータブ見ていこうと思ってやってみましたが、歴史とかね、噂はちょっとね、まだね、把握しきれてもありますけど、まあ、いろんな、なんだろう、小ネタみたいな集まりっぽいですね。例えば、妖精とかもね、進め増えてるかな。あ、ありますね。まあ、死ぬとね、雷を落とすみたいな。こういうのあるんですけど、そういったね、ちょっとした、まあ、わかりづらい部分ですかね。そういったもの噂として出てるのかなと思うんですよ。性別とか。あと、まあ、ドワーフちょっと出すか。一回最後に見とこう、こいつらは。なんだろう。今ハマっている下の武器を見つけろと。月と週ね。どういう意味があるんだろうね。週2週目。槍、斧、ハンマー、剣。何かをね、指してると思うんですけどね。あとは、オークか。これね、上がわかんないんですよね。菅流聖竹刀かな。武器の名前っぽいですけどね。雪だるま設置とか、これね、配置か。こういう個別のなんかね、トピックスに見えないので、多くのなんか束ねてるっぽいですよね。人間は個別っぽいんですよ、明らかに。そういう違いがね、あるよね。噂なんだが、と。カトリック教国革命発生と。また、教会が割れています。大英帝国が先制国と。こう歴史が彩られるわけですね。